はい、皆さんこんにちは、山本由伸です。背中を鍛える方法について解説したいと思います。ワンハンドダンベルローイングについて解説いたします。ではまず普通にやってみましょうか。ダンベルをこのように引いていくんですけれども、この時引く方向がポイントになってきます。まず一般的な広背筋に効かせる方法の場合、斜め後ろですね、腰の方に引いていきます。そうしますと肩の伸展と呼ばれる動作がきますので、このように腰の方を斜め後ろに引いていくような感じでやってみてください。さらに広背筋の収縮を強めるためには内旋ですね。最初は親指が前で引きながら手の方が前に、その方が広背筋に効きやすくなってきます。よく、ダンベルローイングやってる人ですね、逆にこういう風に外旋してしまってる人がいます。これだとむしろ広背筋の収縮が弱くなって僧帽筋に効いてしまいますので、広背筋に効かせる場合は斜め後ろ内旋、この2つを意識するようにしてやってください。サイドライディングプローバーです。まず床の上にこのように横向きになりまして、ダンベルを持ちます。そしてできるだけ肘を伸ばしたまま頭の方に持っていってください。でこのように持っていきますと大円筋広背筋非常にストレッチします。でこのまま肘を伸ばしたまま垂直になるまで持ってきます。伸ばしてこの時強烈なストレッチが大円筋に感じられます。で戻していきましょう。このような感じで行いますと、普通のですねラットプルダウンとかチンギングでも得られないようなストレッチポジションでの刺激を得ることができますので、背中の広がりですね、特に上の方の大円筋を狙いたいという方はこのサイドライディングプルオーバーぜひ試してみてください。はい、では最後に僧帽筋を狙うダンベルスラッグをやってみたいと思います。まず普通のダンベルスラッグはですね、このようにダンベルを体の横から上げるだけなんですが、ちょっとやってみましょうか。これが一般的なダンベルスラッグです。じゃあこのままですね、ちょっと後ろ向きになってみましょう。じゃあ今のダンベルスラッグもう一回いきます。こうしてみると、見てわかるとおりですね、使われているのはこの僧帽筋の上の方になってしまう。ただ僧帽筋は上の方だけでなく、この横とかもっと下の方にもかなり、広い面積を持った筋肉になります。ですので僧帽筋を上、真ん中、下全部鍛えるためにはですね、少しだけ前傾してください。前傾してダンベルをこう前に持ってきます。この状態でローイングするように肘を後ろに引きながら持っていきます。ここです。肘を押します。こうすると全部効いてきます。前からちょっと後ろですね。つまりダンベルのローイングっぽいやり方でシュラックを行う。少しだけ前傾と。これぐらいの前傾度合いでしたら腰への負担もほとんどありませんので、このやり方、僧帽筋全部鍛えるのにとてもいい種目ですので、ぜひ試してみてください。じゃあ、正面向いてやってみましょうか。肘をできるだけ上に。ありがとうございます。広背筋というのはこの辺りですね。で広背筋とですね同じように働くのがこちらにある大円筋、上の方にある筋肉です。でこの広背筋と大円筋何が違うかというと、肩甲骨にくっついているかどうか。大円筋は肩甲骨にくっついてます。広背筋は肩甲骨またいでいますのでくっついてないですということになりますので、広背筋をうまくストレッチさせる場合、腕を真上に上げてください。このようにですね、体幹部と腕の距離が角度が大きくなると広背筋がストレッチされてきます。でもこのように上に上げた時、肩甲骨も一緒に上がってるんです。肩甲骨が上がってるということはあんまり大円筋はストレッチされてません。ですのでここの角度が広いエアナローのチンギング、ナローのプルダウンだと広背筋に効きやすいということになります。
じゃあナローの陣営やってみましょうか。オーバーグリップでいいですか。オーバーグリップで肩幅よりちょっと広いぐらい。これがですね、あんまり狭いと今度上腕二頭筋に効いちゃうんですね。ですので肩幅よりちょっと広いぐらいでいいです。このようにすると広背筋全体に効いてきます。じゃあ 2,3 回いきましょうか、はい、でストレッチが大事ですのでしっかり伸ばす。腕と骨盤の距離を長くするような感じだ。このように広背筋が伸びているのが分かると思います。はい、ありがとうございます。上体と腕の角度を広くする。こうすると広背筋がストレッチします。いや、腕の角度ちょっとワイドにしてみましょうか。これぐらいにするとあんまりストレッチしません。でも大円筋のストレッチ度はさっきと一緒です。つまりワイドでやると広背筋の関与が少なくなります。大円筋の関与が強くなります。ですので大円筋上の方を狙いたい場合はワイドでやる。じゃあ目いっぱいワイドでやってみましょうか。こうするとさっきよりも下の方よりこの上の大円筋の方が使われるのが分かると思います。はい、ありがとうございます。大円筋と広背筋の違い分かってきましたでしょうか。はい、私は分かりました。そして広背筋のローイングもちょっとやってみましょう。内旋の動きがありますので今度はダンベルローイングで内旋するんですが、はい、先ほど垂直にありました僧帽筋狙う、広背筋を狙う場合は斜め後ろ伸展の動きをしますので伸展しながら内旋させる。そして伸展の角度を多くするためには前傾の角度をちょっと強くしないといけないんです。ですのでできるだけ深く前傾して斜め後ろに伸展する、内旋する、この3つを意識してやってみましょうか。斜め後ろ内旋です。重すぎた。このようにすると広背筋が使われているのが分かるかと思います。斜め後ろ、そうですね。はい、ありがとうございます。広背筋の効きはどうでしょうか。全然可動域重く失敗したので、はい、入ってないんですけどちゃんと収縮で入ったので分かりました。じゃあ次にですね背中のインナー両頸筋をやってみましょうか。両頸筋は肩甲骨を下の方下方回転していきます。ベンチにまずうつ伏せになってみましょう、はい、うつ伏せになって片方の手を背中の方に持ってきます。でこの状態で肘と手をできるだけ離してこうすると肩甲骨が下の方に行きましょうか。これも軽いダンベルを持ってもう釣りそうダンベルを体から離します。マジか多分ですけど先生これ3キロですか。3キロです。やばじゃあちょっと軽くしてみますね。はい、行きましょう。2キロです。もっと肘を曲げてこういう感じです。両肩筋が弱いとしてになります。じゃあ逆の手で行ってみましょう。では持ってみましょう。ちょっと両肩筋が弱いかもしれないです。はい、ありがとうございます。このようにダンベルを背中から離していく。そのようにやるとですね、背中のインナーである両肩筋を鍛えることができます。これは肩甲骨の下方回転、特にチンギングですとかラットマシンで最後まで引きつける、この時に働きますので、これが逆に強くなると最後まで引きつけやすくなるということになります。では最後に脊柱起立筋ですね。背骨の
周辺にある筋肉なんですけれども、これを鍛えるのによくデッドリフトやることがあるんですけれども、今回はですね、背骨を曲げ伸ばしする。デッドリフトだと背骨が伸びたまま、まっすぐのまま動くんですけれども、ここでは背中を丸めていく。丸めた状態から伸ばすということで、ボールバックエクステンションやってみましょう。このようにボールにうつ伏せになりまして、では胸の前で組んじゃいましょうか。でしっかりと体を丸めて、ボールに沿って体を丸めてから起こしていきます。丸めて思いっきり起こして、これでですよ、正脊柱起立筋が動いているのがよくわかるのではないでしょうか。丸めて起こして、まあ、普通のデッドリフトでもいいんですが、このようにボールを使ってしっかりと背骨を曲げ伸ばしする。これが脊柱起立筋をしっかりと鍛えてくれることにもなります。じゃあ今度は逆に手をついたまま足の方を上げてみましょう。そうです、足をつけて丸める。これはリバースハイパーと呼ばれる種目でもあるんですけれども、結構腰痛の予防ですとか治療にも使われる種目ですので、腰が痛いという方、このボールを使ったリバースハイパーも良いと思います。で普通にやるとですね、このように結構可動域が狭くなっちゃいます。床についてしまうということで、これを解消するのがベンチの上で行う方法。このようにインクラインベンチ、まあ角度は低めでいいです。インクラインベンチにボールを挟みます。そしてスミスマシンなどのバーを持って、これで足の方を上げていきましょう。そしてしっかり下ろして上げていく。この脊柱起立筋が動いているのがよくわかると思います。腰痛の方にも非常にいい種目ですので、このリバースハイパーぜひ試してみてください。5キロのダンベル、一番効果的なものとしては、ここではサイドライングプルオーバー、それからやってみたいと思います。これは普通にやってですね、5キロでも十分効果がありますので、軽いダンベルしかない方、ぜひこのサイドラインプルオーバーからやるようにしてみてください。では行ってみましょう。肘をしっかり伸ばしたまま、できるだけ肩を頭の方に持っていって、この時に伸ばした状態でちょっと止めて、大円筋、広背筋、ストレッチさせてから上げていきます。下ろして、できるだけ伸ばしていきます。10回いきましょう。そして広背筋、大円筋鍛えるときにはですね、上げるときに内旋すると効果的ですので、下ろしながら外旋、こうするとより伸ばすことができます。こうして下ろして、上げながら内旋していってください。これで3スラッシュ7とかやると面白いんですけれども、まあちょっときつすぎると思いますので、ね、普通に10回やってみたいと思います。ちょっと今何回かわからないんですけれども、あと3回ぐらいやってみましょうか。はい。もう一回。はい。先ほどサイドライングプローまでしっかりとストレッチしましたので、今度は収縮をさせていきます。ここでは3スラッシュ7で内旋させた状態でトップで15秒やってみたいと思います。では5キロのダンベル、軽すぎるかもしれませんがやってみましょう。スタートでは親指が前で、腰の方に内旋しながら引いていきます。これで15秒ですね。あ、3回です。3回で上で15秒、1、3、4、
5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、はい、4回です。1、2、3、はい、15秒。この時できればですね、体よりも肘が後ろにくってきてる感じ。6、7、8、9、10、1、2、3、4、はい、5回です。はい、じゃあ15秒。このように内旋した状態だと広背筋が一番強く収縮しますので、この状態でできるだけ肘を後ろ、広背筋を収縮させていきます。8、9、10、1、2、3、4、はい、5回です。15秒。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、ラストの中1回。はい、最初のサイドラインのプルオーバーでストレッチ、そしてインクラインのダンベルローイング3/7で収縮。僧帽筋を狙っていきます。僧帽筋を狙うんですが、普通のサイドレッジで下手にやると僧帽筋に効いてしまうというのがあるんですけれども、それを逆用してですね、僧帽筋に効いてしまうようなレイズ、どのようにして行うかといいますと、何かこうしたものを使って体をこうして斜めにします。この状態で上まで上げていくんですね。これはとても僧帽筋に効いてきます。肩甲骨の上方回旋という動きになりますので、これを20回やってみましょうか。そして斜めにして親指が上で上まで、そうです。あー、なるほど。逆向きの方がいいですね。こうしてみると僧帽筋が動くのが分かると思います。どうでしょう、僧帽筋効いてるの分かるでしょうか。この時には肩甲骨をこういう感じですね、上の方に回旋させていくことがポイントになります。あと4回いきましょう。はい、はい、OK です。じゃあ逆向きいきましょうか。あ、本当に僧帽筋しか入ってない。もしあしそっちにちょっと思いっきり寄りかかるか。そうです。これ僧帽筋の上部を鍛えたいという方にはとても有効な種目ですので、ぜひ試してください。あと5回です、はい、
はい、OK です。5キロのダンベルで追い込むということで、サイドライン、プルオーバー、そして3スラッシュ7、収縮ポジションでのインクラインダンベルローイング、そしてこのような変形のバリエーションでのサイドレイズをやってみました。非常に軽いダンベルでも背中を十分鍛えることができますので、皆さんもぜひ試していただければと思います。まず重要度で言うと、やっぱり懸垂、チンニングが一番大事ですので、最初にまずチンニング、懸垂からいきましょうか。一番オーソドックスなフォームとしましては、肩幅より一握り広く持ちます。これぐらいですね。あ、もうちょっと狭く、それぐらいです。はい、これで、引き上げていきましょう。このようなフォームで行いますと、広背筋、下の方にも十分効かせることができます。そしてこのチンニングのバリエーションいっぱいあるんですけれども、今回はですね、アンダーグリップでのスターダムチンニングというものをやってみたいと思います。普通のチンニングは腕をこのように体の横で動かしていくんですけれども、このアンダーグリップのスターダムチンニングの方は腕をこう前のから後ろに引いていくような動きになりますので、ちょっと違うところに引いていきます。行ってみましょうか。スターダムチンニング、このように体を反らせながら引き上げていきます。チンニングいろいろあるんですけれども、まず普通の一般的なチンニングと、このアンダーグリップのスターダムチンニング、この2つを押さえておくと、それだけでもかなり背中を鍛えることができます。では次、チンニングができない人結構多いと思うんですけれども、ラットプルダムをやってみましょうか。それではラットマシンプルダムやってみましょう。これもですね、手幅は肩幅より一握り広く持ってみます。もっと狭く、この時にですね、バーを引く角度が結構ポイントになってきまして、ちょっと今の角度で何回かやってみましょう。この引き方ですと斜め後ろに引いてきます。このように斜め後ろに引くと、肩甲骨がこのように回線、下の方に回線しているのが分かると思います。このやり方ですと僧帽筋を強く刺激していくんですね。僧帽筋だと、まあ下方回転ですと菱形筋という僧帽筋の下にある筋肉なんかも刺激することができます。では今度はですね、グリップを変えまして、アンダーグリップにで、ここではちょっと狭めに肩幅ぐらいにします。そしてアンダーグリップで、今斜め後ろに引きましたけど、真下に引いてみましょうか。このように真下に引きますと、先ほどのアンダーグリップのスターダムチンニングのような動きになってくるんですけれども、これ先ほどより肩甲骨があんまり動いていないの分かると思います。代わりに広背筋が使われるんですね。ですので僧帽筋、菱形筋を鍛えたい場合は、先ほどのちょっと広いオーバーグリップ、広背筋の方を鍛えたい場合はアンダーグリップにして真下に引く。このようにしていきますと鍛え分けがうまくできます。今チンニングを2種目、ラットプルダウンを2種目やりましたので、今度はローイングをやってみましょう。では次にバーベルベントオーバーローイングをやってみましょう。このバーベルベントオーバーローイング、非常に難しい種目ですので、中級者から上級者向けというように考えることもできます。ではちょっとやってみましょうか。この前傾したポジション、これをベントオーバーというんですけれども、この時にですね、腰に負担がかかってしまうと問題なんです。この時にかかととハムストリング、大臀筋にうまく負荷をかけるようにしますと、腰への負担を減らすことができます。ですので重心としてはかかとに置くようにしてください。そしてこの動き、腕をですね、このように斜め後ろに引いていきます。この腕を後ろに引く伸展という動きによって広背筋が鍛えられます。このように斜め後ろではなく垂直に引く方法もあります。このように垂直に引きますと、今度は僧帽筋が刺激されるということですね。
ですので同じ弁当バロ演技でも足の方斜めに後ろに引くのか水沖の方垂直に引くのかで効かせる場所が変わってくるというわけです。そして大事なのは弁当オーバーのポジションからすごく重いのをやると、まあ、チーティングを使ってしまう人とても多いんですが、その時にバーを引くのではなく自分の体をバーの方に持っていく。ちょっとやってみましょうか。こういう感じですね。重心をかかとからつま先の方にいって膝を出してしまう。こうするとバーを引くのではなくてバーの方に自分の体を持っていくというような引き方になってしまいます。これだと広背筋への刺激が弱くなってしまうわけですね。では今オーバーグリップでしたけれども次ちょっとアンダーグリップでやってみましょう。このアンダーグリップの弁当バローイングドリアン・イエスというボディービルダーがやって一時的にとても流行ったんですけれども、どのような違いがあるかといいますと、広背筋、背中の筋肉というのは内側にひねる内旋という働きがあります。ですのでオーバーグリップでやると内旋ですので収縮は強くなります。ただこのまま下ろしてもあんまりストレッチできないんですね。でもアンダーグリップ外旋すると広背筋がストレッチできますので、ストレッチさせるのであればアンダーグリップの方が良いということになります。ですので背中の筋肉の収縮を狙いたければオーバーグリップ、ストレッチを狙いたければアンダーグリップという感じで考えていただければと思います。このような感じでオーバーグリップで斜め後ろに引くか垂直に引くか、あるいはアンダーグリップ、アンダーグリップで垂直に引いてしまうと結構腕に効いちゃうので、アンダーグリップの場合は斜め後ろに引くという感じで考えてください。では次に今のですね弁当バローイングをスミスマシンでやってみましょう。このスミスマシンの弁当バローイング軌道が垂直になってます。ですので先ほどの弁当バローイングで垂直に上げるのと同じように考えられがちなんですけれども、実はここでスミスマシンのメリットを生かした方法があります。どのようにやるかと言いますと、軌道は垂直なんですけれどもこっちに力を入れながら引いていくというわけです。ではやってみましょうか。この時に、ね、腕を後ろにこっちに持ってくるようにしながら引いていく。そうするとですね、伸展の力を使いながら垂直に引いていくということになりますので、広背筋、僧帽筋、上頸筋全てに強い刺激を与えることができるというわけです。スミスマシンのある方ぜひこのスミスマシンローイング試してみてください。ありがとうございます。今ローイングを行いましたけれども、今度はですねマシンを使ったフーリーローをやってみましょう。はい、それではこのケーブルを使ったフーリーローイングをやってみたいと思いますけれども、これまで行いましたバーベルでの弁当バーローイング、弁当バーの体勢を取るだけでかなり疲れてしまいます。でもこのフーリーローですと腰への負担ほとんどなくすことができますので、安全に高重量を扱うことができます。まずですねオーバーグリップでちょっと広めに持ちましょうか。肩幅ぐらい、肩幅よりちょっと広く持って、これで溝落ちに引いていきます。このような方法ですと見て分かると思いますが、この肩甲骨の内側のあたり僧帽筋の方が強く引いていきます。じゃあ今度はアンダーグリップ、肩幅ぐらいのアンダーグリップいきましょう。でこれはへその方に引いていきます。これは伸展の動きですね。広背筋が効いているのが分かると思います。先ほどよりも僧帽筋の収縮が弱くなって広背筋が強く効いているのが分かると思います。このような感じでオーバーグリップとアンダーグリップで鍛え分けるということができるわけです。ありがとうございます。ではあとはデッドリフトとシュラックやってみましょう。ではデッドリフトやってみたいと思います。デッドリフトというと床から引く床デッドとですね、もう少し上の方だけでやるトップサイドデッドリフトありますけれども、床から引くのは背中というよりはハムストリングとかお尻の筋、トレーニングになってしまいますので、ここではトップサイドデッドリフトをやってみたいと思います。バーを下ろす深さは膝よりちょっと下に来るぐらいまで下ろせばもう十分です。はい、デッドリフトこれまでに何度か説明していますけれども、上げるときに腰を前に突き出しながら腕を引く、
伸展の動きですね。この動きを意識して行いますと、広背筋に強い刺激を与えることができます。じゃあこのままシュラックいっちゃいましょうか。バーベルでのシュラックなんですけれども、ほんの少しだけ重心前に置いて前傾して上げていきます。このように少しだけ前傾しても腰への負担はほとんど変わりませんので、そして完全に垂直な状態から上げるよりは少し前傾して行う方が僧帽筋全体を刺激することができます。これはもちろんバーベルでやってもいいですし、ダンベルを両手にしてやっても OK です。はい、ありがとうございます。はい、ここで背中の10種目ご紹介いたしましたので、それぞれですね、上から引くチンインカーラットプルダム、あるいは前から引く弁当バローイング、ブーリーローイング、そしてデッドリフトかシュラックという感じでですね、この3種類、上から引くか前から引くかデッドかシュラックという感じで3種類を1つずつやっていく、1回の背中のトレーニングでその3種目をやるというような感じで選んでいただくと、背中の筋肉まんべんなく刺激することができます。ダンベルのサイドプルオーバー、前に紹介したことがあるんですけれども、はい、今日はですね、ちょっとベンチがアップデートされてできないにできます。すごい、まあ、普通のベンチでももちろんですね、どちらかを何か構わせて高くすればデクラインできるんですけれども、うん、このデクラインでやることによってスタートから負荷まで均等に負荷をかけやすくなってきます。ですので、まずこのデクラインでのサイドプルオーバーやってみましょうか。アップなので6キロできましょうか、はい、頭の方に下ろしていきます。で、できるだけストレッチ、ああ、いつも伸びますね。そして上げていきますけれども、ここまで、はい、これがフラットのベンチですと上まで上げると負荷が完全に抜けちゃうんですけれども、このように頭の方を下げてますので、最後でも負荷がある程度かかるようになります。休めないですね、ここは。このサイドプローはコツとしては、肩をできるだけ上の方に持っていくということですね。ダンベルを下にやるんじゃなくて、遠くに持っていく。肩とダンベルを遠くに持っていくようにするとうまく伸びるようになります。もう一回いって逆いきましょうか。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ今度は逆、背中が見えると思いますので、はい、皆さんぜひ竹田子さんの脇の下のあたり、大臀筋のあたりに注目してください。このあたりですね、しっかり伸びてるのが分かると思います。重量わずか6キロ、それでもかなり効かせることができます。かなりきついと思うのですが、3/7のディクラインサイドダンベルプルオーバーやってみましょう。3回です、はい。はい、伸ばします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、はい、4回です伸ばします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、はい、5回です。おお、
2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、はい、6回です。背中が大きくなった気がします。これ本当は2セットやるんですけれども、今日はまあ1セットだけということでですね、次の種目は今大円筋になっていったので僧帽筋、広背筋ということで、うつ伏せになってのダンベルローイング、最初は垂直に引く、その次は斜め後ろに引くというやり方でいってみます。次の種目は僧帽筋、そして広背筋の下部を狙っていきますので、まず最初はですね、垂直に引いて、この時肩甲骨をしっかり寄せていくようにします。で、その後は斜め後ろに引いて、広背筋の下に近づいていきます。10回いきましょうか。垂直に引いて、僧帽を狙う10回です。
はあ、さっきとは違うところに効いてきたと思いますが、どうでしょう。全然違います。でも2セットやるんですけれども、まあ、今日は1セットだけどということでですね、そしてもう1種目だけいってみたいと思います。それでは最後の3種目目なんですけれども、これはですね、僧帽筋狙いとなってきます。で、僧帽筋っていうとシュラックがメインだと思うんですけれども、そのシュラックをですね少しだけ前傾するんです。前傾してこのようにいたんだけど前に持ってきます。前に持ってきたからこういうふうに横にローイングとシュラックを一緒にするようにして上に持ってきます。まあ、あんまり肘曲げなくていいです。こういう感じですね、こういうようにするんですけれども、このポイントが引き切って3秒止め戻す、3秒止め戻すという感じで12回やってみましょう。ほんの少し前傾しますという状態から、はい、そしてそこから1、2、3戻します。1、2、3、4、5、2、3、6、2、3、7、8、9、2、3、10、2、3、あと2回です。1、2、3、2、2、はい、このシュラック、僧帽筋、上部、中部両方に効いてくるました。どうでしょうか。上部だけなのかなと思ったんですけど、本当に今中部がむしろめちゃくちゃ熱いです。あれ、私が現役時代に結構やってですね、僧帽筋にかなり効果のあった種目となります。上でちゃんと3秒収縮、よくシュラックっていうとですね、すごい重いのでちょこちょこやってる人もいますけど、それだと全然効果ありませんので、軽めの重量でもいいのでしっかり収縮させて止める、これが大事になってきます。